はい、こんにちは、海坊主です。今回のね、Need for Speed Heat 使用する車がね、こちらの GDB インプレッサですね。最終型の高めです。個人的にはね、涙目が好みなんですけどね。まあとりあえず今日はこちらの車を使っていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。はい、もう前回のね、カウンタックに比べてだいぶスケールダウンはしてるような感じなんですけど、まあとりあえずどんなもんがあるかちょっと見ていきましょう。これがセットなんですね。なんか基本的にこのセットでいいような気がするこれちょっと一回組んでみますか。いいですね、完璧ラリー仕様って感じです。フェンダーの間ガバーッと開いちゃってますね。車高下げるとどんぐらいなるんだろう。あ、もうこういうフェンダーなんですね。なんかこれなんか嫌だななんか嫌です。ってことでね、このボディキットは外しましょう。このフェンダーはなんか気に食わない。まあとりあえず全部外しちゃいましょう、一回。そうですね。これがいいかな。ちょっとやっぱりね、ブリスター気味のやつがなんかかっこいいですからね。ちょっと揃えててみますか、同じメーカーで。待ってくださいね。もうこれしかないな、そうすると。じゃあフロントバンパーも変えなくちゃいけないですね。まあこれでなんとなく統一感が出たかな。とりあえずこんなもんですかね。はい、まあこんなもんでしょう。オイル変えましょう。じゃあこれに合わせたホイールとなると何がいいかな。はい、最終的にはね、こんなになりました。まあぺったんぺったんの車高ですよね。マンホールまたいだだけでフロントバンパーがバラバラになりそうな感じなんですけど、とりあえずね、ホイールはまあメインは黒でね、縁取りをまあ赤メタリックって感じにしてます。ド派手ですね。まあこのホイールだったらね、多分車体黒のが似合うんですけどね。でもやっぱりインプレッサーって言ったらこの色ですよねはい、まあ本当はね、あのこのインプレッサーっていう都合上ね、ラリー的ないじくり方もいいのかもしれないんですけど、まあこの Need for Speed っていうシリーズはね、基本的にメインはストリートじゃないですか。なのでまあストリート風インプレッサーということで、こんな形に最終結果がこれってところですね。はい、ってことでね、じゃあ早速レースの方行ってみましょう。まあ本当はね、こういう形のね、エアロ、特にフロントバンパーはね、あんまり好みではないんですけど、まあ選択肢がねこれしかなかったってところなんでね、まあしょうがないでしょうってところです。でまあこちらのね、 NFS 開発元じゃなくて発売元がね、エレクトリックアーツってまあアメリカの会社じゃないですか。でも開発元はね、イギリスの会社なんですよね。クライテリオンゲームスってところなんですけど、まあ一言で言うとね、日本人のかっこいいと思うエアロパーツと、多分アメリカとかイギリス人の思うかっこいいという思うエアロパーツがね、多分ずれてるんですよねまあ日本人って大きくくくったらいけねえのかな。少なくとも俺との感性はずっとずれてるかなっていう。ここのメーカーのエアロパーツかっこいいなって、ざーっとどこのメーカーがあるだろうと思って見回してみて、ここだって思ったのは、あのチャージスピードってところのエアロがかっこいいかなって感じでした。でもあれなんですよね、本気で走ってるんだったらエアロパーツってあんまり入れたくない部分の一つではあるんですよね
え、なんでって思うかもしれないですけど、結局いろいろねひどいことになってくじゃないですか、最終的には。なのであんまりねこう見た目だけ楽しみたいっていう場合だったらいいかもしれないですけどね。でもやっぱりねタイムアタックとか本気でやっていくとエアロの重要性はねだいぶ高いんでね、まあ俺が当時やってたレベルで言うと大したことなかったんで、まあ俺はねそのエアロパーツ入れてたって言ったら1音シルビア、まあ2ドアで最後に乗った車なんですけど、まあそちらはねまあ昔の定番中の定番ですね、安いエアロの、あのボメックスのエアロ、あれのフルエアロつけてましたね。まあ最終的にはねフロントバンパーは粉々になりました、細切れになってきました。まず真ん中が割れてねタイラップとかガムテープで まとめてたんですけど、まあだんだんとやっぱボロボロになっていくんですよね。で最終的にはね車高をペッタンペッタンで乗ってたんですけど、あの水玉に入っただけでねフロントバンパーが粉々に砕け散りました。後ろ走ってた友達がね大爆笑してたのをね今でも思ってます。急にお前の車の前が爆発していろんな部品が飛んできたんだけどみたいな確かにね俺もフロントガラス越しにねいろいろこう裏に飛んでいくのをね見ました。本当に本当爆発失散って感じな感じでね砕け散りましたよ、見事に。あれは悲しかったですね。結局ねノーマルバンパーに付け替えたんですけどねその後。はい、まあ最初のイベントフィニッシュです。はい、まあとりあえずまたね今度はね夜じゃないでまた昼のレースって感じなんですけど、でまあね会社に GDB のね退職金で GDB のインプレッサ買ったおっちゃんがいるって言ったじゃないですか。まあそのねおっちゃんなんですけどね、まあ本当にねインプレッサだいぶ愛しちゃってるみたいで、まあコツ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 ねいじくっていってます。独身でね老後のためにねもうちょっと蓄えといた方がいいんじゃないのって言いたくなるんですけどね、それほどインプレッサにお金つぎ込んでってますね。でその人にね多分 GDB も値上がりするから今のうち買っといた方がいいよなんて言ってたけど、本当に値上がってきちゃってますよね GDB のインプレッサも。また数年後つうかもう1年後ぐらいにはね手の出せない値段になってくんじゃねえのかなっていう雰囲気も出てきてます。てか軒並み上がってきてますよねもうこの時代の車が。じゃあこれ以降のね時代の車でまあこういう言い方あれだけど、まあ走れる車何かあるっていう感じになってきますもんね。あんまり思いつく車がないんですよね。まあまず出てくるのがスイスポぐらいですよね。あと何ってところなんですけど、なんだろう、まあ NC のロードスター、うん、あれとまあ予算っていうかね維持費を度外視するんだったらまあ Z33、Z34 あたりですよね。まああとはねこれはどうなんだろう、実際に走ってる人はねサーキットとかで走ってる人そうそう見たことないんですけど、まあマツダスピードアクセラとかねあそこら辺もね結構馬力も出てますしね、いけるっちゃいけるのかもしれないです。もうあと他何があるかなってところですよね。まあもう定番中の定番のあと86ですよね、 BRZ と86でもうねひねり出さないと出てこないですよね。それこそ平成のね初期とかだったらいくらでも上げられたわけなんですよね、 FF、FR 問わずに。そうなっちゃってますよねもう時代的に。まあ国産以外にね目を向ければねまだあると思うんですけど、ただパーツがあるかどうかなんですよね。まあどういうところって言ったらまあ定番中の定番ですけど、まあミニとかまあゴルフですよね、フォルクスワーゲンのゴルフ、もうゴルフ4とか5あたりだったらねそんなにしないですもんね。であとはアウディの TT もだいぶ安くなってきてますよね。あそうだ、日本車では一応ねあれもありますね、 RX8 そうそうそう。でまあ現代にねまあ本当に直近の車だと何があるって感じですけど、一応ねノートのニスモとかもありますけど、あれもね走れるかどうか、うん、実際にねそんなにまあサーキットでね走らせてる人はいるけど、戦闘力がどこまであるんだろうっていう感じでもあるし、まああんまりね
こういうことを考えてもしょうがないですかね。まあ望むべくはね、ボコボコになっちゃっても悲しくないぐらいの価格で買える車が欲しいってところですよね。まあできれば50万以下ぐらいで走れる車って言ったら何があるだろう。もう NB ロードスターとかもね、今値上がってきちゃってるんでね、あのマニュアルモデルは厳しいですよね本当に。俺がそれこそね、あの免許取った時あたりなんていうのはね、2、30万でゴロゴロ転がってましたからね。あの日産シルビアとかが、キューズなんつったらね、10万切ってたら、下手したら10万切ってましたから。そう、シビックとかだってね、もう腐るほどあったし、本当に今じゃね、その腐るほどあったシビックも全部プレミアついちゃってますからね。 EF、EG、EK で、シビックっつったら FD2 のねタイプ R もあるけど、あれ高いっすもんね。まだ全然、まあ買えなくはないけど、買ったところでね、サーキットアタックしてぐしゃってなったら泣いちゃうレベルの金額ではありますからね。だから金額のことを考えるとね、アクセルが緩んじまうとかそんなぐらいの車ですよね。まあ俺がね見てないだけでね、いくらでもあるのかもしれないですけどね。まあもしかしたらね、1年以内に俺もね、そういう、まあ、ミニサーキットを走るような車をね買おうかななんて今うっすら考えてます。まあ今んとこ候補に上がってるのはね、アルトワークスですかね。まあアルトワークスどの時代のって感じだと思うんですけど、ちょうどね、あの 660cc になったかなぐらいの時のやつですちょっとね、今のは気にしないでください。とかあさっての方向飛んでってましたけど、まあ一言で言うと眠かったんですねこの時は眠い状態でゲームをやってるとこんなになります。そう、アルトワークスのね4駆あたりなんかね、あのミニサーキットぐらいだったら面白いのかなと思ってます。あの軽自動車かよって思うかもしれないですけど、いやー、あの軽い車っていうのはね、意外とこれが面白いもんなんですよ。まあそれかあとはスイスポですかね。まあどっちかな、かな。まあ友人にはね、やたらとその8を勧められてますけどね。そう、 RX8、まあ、最近俺もねちょっと試乗させてもらったんですけど、あれはあれで面白いですよね本当に。ちょっと意外でした。あのもうちょっとねもっさりしてるイメージだったけど、結構パワー感もあってね、うん、まあ運転席で操った感じと助手席で乗ってる感じとね、全然ちょっと印象が変わりましたけどね、うん、運転席で実際座ってみると、もうちょっとやっぱ馬が欲しいななんていう印象はありましたけど、まあでもね全然十分楽しめる車だと思います。パワーを出さなくてもね、まあできればね、そりゃこういうエボとかでやりたい部分はありますよ。エボとかインプとかそういうのでも、ただ現実にねそこまで今お金ないので余裕がないので、買うだけでいっぱいいっぱいだったらその後いじくれないじゃないですか。でいざじゃあサーキットで壊しましたっつってもね、うん、その後修理できなかったりするので。しかしひどいですねこの運転の仕方は、眠いにしてもだいぶ暴れてますね。まあなのでね、まあいつかどっかのタイミングではね、この車買いましたなんてね動画上で紹介するかもしれません。まあ何か買うか分かんないですけど、楽しみにしてみてください。はい、ってことでね、今回は以上になります。まあ GDB インプレッサ高め、個人的にはやっぱり、ね、涙目のが好きなんですけどね。街中でもね未だに涙目の方がいっぱい見るような気がします。はい、ってことでね、今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。